ちは。カリフォルニアでギターを弾いているゆうやです。今回はバンドのリハーサルの動画です。新しく入手した機材を試しに使ってみたので、簡単な紹介をしつつ記録に残しておけたらと思います。まずアンプはクレートの V30 というアンプを今回初めて使用しています。あとは、スミのペダルもいくつか持ち込んで曲ごとに取り替えて弾いています。使用したギターは G&L のテレキャスターです。まずはドライブペダルにボスの ES1 を使いました。このペダルは使い慣れているので、いつも通りの音が出せたかなと思います。プレートのアンプとの相性も良かったです。このプレートのアンプ V30 RT112 は 30W で12インチのスピーカーが1つ持っている真空管のアンプです。真空管はパワー管に EL84 が4本使われています。チャンネルはクリーンとドライブの2チャンネルがあって、自分はクリーンのチャンネルのみしか使いませんが、ドライブチャンネルはアンプだけでも十分に済ませることができます。次はベンソンアンプというアンプメーカーのベンソンプリアンプを試しました。これはこのペダル単体で歪みサウンドを作るというよりも、アンプ本来の音色を活かすような使い方が良いかもしれないです。クリーンブースターとしても使えそうですね。ギターのボリューム操作にもよく反応して音が前に出ていく印象があります。ちなみにこれはペダルのゲインはマックスの状態で設定して弾いています。この場合はこのセッティングにしておけば1回のライブでこれ次第でも乗り切れそうかなという感じでした。で次に試したのがダンエレクトロのダディオオーバードライブというペダルです。これはマーシャルのガバナーというペダルを参考にして作られたみたいです。今回はギターのボリュームを絞った状態で使うことがほとんどだったんですけど、ゲインを上げればペダル単体でも結構ペダルのサイズが大きくて重量が結構あるので、ボードに組み込むと目立ちます。最後はエレクトロハーモニクスのナノビッグマフを使いました。小型サイズのビッグマフですね。音が結構ロー寄りになるので、歪ませた単音でメロディーを弾いたりソロの時にという使い方が合ってるかなと思います。このソロの時ギターのボリュームが7から8ぐらいになっています。ギターのボリュームを絞ってクリーンな音を出すことができますが、音が結構丸くなってしまうので、常にオンにして弾くっていうよりも必要な時に使い方が良いかなと思います。最後の部分だけギターのボリュームがマックスになってます。トロはいい感じでしたね。ファーズの使い方難しいですね。はい、今日試せてよかったです。はい、ご視聴ありがとうございました。